どうも関西の競馬大好き芸人ビタミン S のお兄ちゃんです。さあ今日はですね、全国で大人気の競馬メダルゲームスターホースの開発そして運営をされておりますセガさんの本社にやってまいりました。すごいよ、ここはもうテーマパークすごいところで、もう皆さんここでね開発されてるわけなんですけど、このスターホースというねメダルゲームはですね、本当に競馬ファンがもう本格的にですね、もう競馬を味わえるメダルゲームでございまして、競馬ファンなら絶対ねこれ紹介させてもらいたいこのゲームなんですよね。ですからここでですねスターホースの魅力をたっぷりと、ちょっと早いな、ちょっと待ってください、まだ僕喋ってるんで。いや長いんですよ。長くない、長くないちょうどいい尺なんですよ。あなたひょっとして現役 JRA ジョッキーの浜中すぐるさんじゃないんですか。浜中すぐるジョッキーです。もう僕も、はい、今日めちゃめちゃ楽しいんですよ。いや僕も多分もうここ5年やってきた仕事の中で一番楽しいんじゃないかな。ちょっともうすごいもうワクワクしちゃって、はい、やばいっすよね。今日だって何をするかと言いますと、実はこのスターホースというメダルゲームをね楽しむだけなんですよ。というのも最新作のスターホース4が登場するということで、ここでちょっとみんなでねスターホースを楽しんで魅力を伝えていこうじゃないかということなんですけれども、まあ、浜中ジョッキーは分かりますわ。はい、どなたですか。藤掛隆です。藤掛隆ジョッキー、 JRA ジョッキーです。ちょっと藤掛ジョッキースターホースやられてます。昔昔声ちっちゃいやだけ、うん、ビギナーでしょ。ビギナーです。いや確かにね、ちょっと浜中ジョッキーと僕はやりすぎてますからね。やりすぎてますね、はい、ゲーセンのスターホースもそうだし、うん、今は携帯のね、うん、アプリのスターホースポケット、はい、これにもどっぷりハマってます、ね、ハマってますね。ソファー家でももう携帯のストボケばっかやってるから、うん、嫁に怒られますもん。そうですよね、それぐらい夢中、はい、僕ほんまに浜中ジョッキーと一緒にあの小倉競馬場に僕が見に行った時に、あの翌日でしたかね、あのみんなでジョッキーが休みやったから言って小倉競馬場でみんなでスターホースやりに行きましたよね。あーありましたね、はい、ありましたね。それぐらい多分僕と浜中ジョッキーはやってるんですけど、藤掛ジョッキーは昔やってたけど今はちょっと離れてるわけでしょ。離れてます。今このスターホース4とんでもなく進化してますんで、はい、そこら辺のリアクションちょっとね藤掛ジョッキーにはちょっとビギナー目線で感じてもらえたらなと思っておりますんで。わかりました、はい、楽しみにしてます。そうですね、はい、でもね今日はね実はねこのせっかくやるんですから僕たちはねこの対決するらしいんですよ、はいはい、そこら辺ねどういう対決をするかというのはねまた後でちょっと説明させていただきますんで、はいはい、まあ、正直3人でやりますけど僕と浜中ジョッキーの2頭立てやと思ってますので、ねはい、まあ、なんとかそこら辺食らいつきに行きます。食らいつきに頑張ります、はい、よろしくお願いします。ちょっと移動してまいりましたけれども、はい、なんとここははい、セガの本社の開発ルームでございます。すごいですよねこれ。いやもうゲーセンですやん。ゲーセンなんですよ。ゲームセンターで。ゲーセンですよこれ、はい、今日はここでちょっと僕たちがゲームをさせていただけるという。あ、実際にできるんですか。そうなんですよ。上がる。上がりますよね。テンション上がる。そうなんですよ。これ僕たちにとってはねほんまにすごい嬉しいことなんですよ。藤掛ジョッキーなんか、うん、入ってきた時からすごいですもんね。いやそうですよ。まずこのスターホース4、うん、変わったところといえばこのサテライトが全然違うんですよ。見てください、浜中ジョッキー変えるとこあるんて。いやあれもフリーザやったら最終形態でしたから、ね、最終形態やった一回座ってみてください。僕いいですか。そうっていいです。もうこれファーストインプレッションですからね。そうですそうですこれ大事ですよ。めちゃくちゃいい小声のむちゃくちゃ A は一番 A ですから。めちゃくちゃいいです、はい、僕びっくりしたんですよこれ見ました。なんすかそれ。そうなんですよね。 USB 携帯充電できるんですよね。そこにあのケーブルさえ差し込めばもう携帯充電できるんですよ。やば、はい、これは何ですか。そこはタブレットとか全部置けるんですよ。こういうことですよね。ああそういうことです二刀流こういうことです、ね、そうスタポケをこっちでやりながらスターホースもこっちでできるできるってことですよね。すごいこっち行ってこっち行ってと、はい、忙しいっすよ、はい、これちょっと遠いっすね。これ実はここの取って持って引っ張ってみてください。うわすごいこれやばくないですか。やばえ前この取ってなかったし、うわいろんな可動域がすごい、はい、無限無限なんですよ。リゾートっていうところシート設定って書いてますんで押してみてください。ちょすごいこれ。いや押せやん全然押さへんやん。感動が長何これ。これね実はリクライニングが
この0から100の100段階で変えれるんですよ。こうか。そう。いいや。いいや。で、あとフットレストも今度ついてるんで。ちょっと待ってくださいよ。あ、いいや。あ、いいや。もう寝てます。寝てますよ、それも。これも、ね、寝ちゃいますよ、これ。ちょっともうちょっとこう引き上げて。で、これを。画面を。こうでしょ。はい、で、でこれも。人として終わってしまう。え、座ってみる？ちょっと座らせてください、はい、僕にも。どうぞ座ってください。やっぱ一回座ったらその顔になるんですよ ね、 もうここの、はい、そう、なんか音楽、サウンドね、すごい。ここから音楽出てて、そうなんです、そこにスピーカーがあるんで、一気にリゾート地に来たようなな心地いい音楽流れてます。あ、このマウスで矢印をこうやって動かして、これを一回記憶できます。え、もうこれに、すごい。そう、サテライトからご紹介します。いや、素晴らしいですね、はい、もうやった感じぐらい。全然、こっからまた内容がすごいバージョンアップしてますから、とにかくね、映像とかも綺麗くなってるんで、そこら辺も楽しみながら、はい、今から3人で対決をさせていただきたいなと思います。いということで、対決スタートです。おー。さあ、皆さん、席について準備はよろしいでしょうか。はい、はい、さあ、それでは対決ルールを申し上げます。まず、ゲーム開始時メダル5万枚もう最初から入っております。で、こっから8レースやりますんで、その8レースが終わった時に一番メダルの数が増えていた人が勝利です。はい、わかりますでしょうか。はい、かります。ですから、馬券をね、ガンガン買って当てていただいて増やしていくもうもちろんいいんですが、あの、所有馬ね、所有馬が2頭入厩しておりまして、で、プラス1頭だけ自分で馬も生産していただくことも可能です。そうやって馬を出走させてメダルを稼いでいくっていうのももちろんありです。そして最終レースとなるのは有馬記念です。グランプリですからね。はい、はい、で、そこの有馬記念には必ず出走馬を1頭ずつ登録してください。最後ここ肝心なんですけど、その出走させた馬が有馬記念、その3頭の馬がとにかく競争して1位だった場合、メダル10万枚です。おお、はい、それは先着すればいいってことですね。そうそうそう、だからとにかく他のコンピューターの馬が勝つかもしれないじゃないですか。なので、僕たち3人の馬の中の順位です。なるほど、はい、だいぶ有馬記念を勝つというか先着することは大事です。はい、はい、ですので、それまでにメダルで馬券で稼ぐもよし、最後の有馬記念にかけるもよし、おのおのちょっとね、知恵を振り絞りながら頑張ってみてください。はい、はい、じゃあ早速皆さん、まずは馬の生産からやってみましょうか。はい、はい、これで、あー、はい、で、はい、生産を押してください。右手前で走り回ってる。ここで全てが、ここで全てが、よし。右手はちょこまかと走まってるね。浜中ゲーム。浜中ゲーム。全勝できまして、あ、ここから、OK、で、あ、ほんまや、デビューしますので優勝に挑戦できます。これは出した方がいいんですか。出した方がいいと思います。じゃあ出走、頼むよ、頼む、勝ってる、振りかけたかし、え、すごいすごい、5戦5勝やねんけど、え、すごないですか。5戦5勝今もう走ったんですか。走ってない。レースに出走させて負けちゃうとオツが良くなくなっちゃうので、あ、直接有馬記念に挑むか。なるほどなるほど、調教だけ積んで、はい、腕の見せ所です。8周あるんですもんね。おお、かわいい、足毛、あ、かわいい、これ OK でいいんですかね。はい、ふじかけどうしようかな。ふじかけたかっしーにしようかな。OK です。ふじかけたかっしー、あ、これですね、これです。あ、負ける。あー、馬生まれました、ありがとうございます。
最高。ちょっとちょっと、あ、いや強い、かっこいいな。え、適正とかは24から、あーなるほどね、頼む、今やここで全てが、ここで全てが、よし、いい色ですね。うーわマジかよ。タイム何本、10秒あ12秒、めっちゃもうツヤツヤじゃない、すごい可愛いわ。名前一応ねメスでございますけれども、まあ今ね私も YouTuber でございますんで、お兄チャンネルというね YouTube もやってますね。これで行かせていただきましょう。お兄チャンネル、あ、いいですね、お兄チャンネル、杉本さんが、杉本清さんがお兄チャンネルって言ってくれてますわ、ありがとうございます。勝て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 、どう、あー2着まあまあまあいいでしょう、フォアショー2着は。シャドーロールはつけときたいな、緑、俺も待機ブリザードが好きやったからね、緑で。かっこいいなこの、かっこいい、このね、このジュオ、この入りかっこいいな。たまにあの画面真っ暗になって地元見つめ合う瞬間、あれ寂しいんですよね。あ、もう帰るんすか。こっから始まりですからね皆さん、はい、スタートです、さあやりましょう。 OK です。どうしたらいいのこれ、馬券から、じゃあ三連単で勝負でしょ、もう底力。あとドクター D のでしたっけ。え、これぐらいですか。うわわ、もう時間ないっす、時間が、やばい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 、頭で買い、ジャガーミール、あ、サブレース、うわやばい、バーン、あ、あー買えなかった、サブレース。いや、でこっちもやんなきゃいけないですよね。高橋から行きますよ、はい。もう完全にこれとこれの2着3着です。やば、もう一番前使っちゃった、もう一番前使っちゃった。じゃあまずお兄チャンネル、とりあえず芝いっぱいで送っといたろ、まだ時間あるし。大成功やって、見た、これスターホースあるあるなんですけどね、これだいたいこういうね、ちょっと同倍 3.3 とか、こういうゾロ目の時はちょっと来やすいとかね。例えばこう 9.0、9.0 同じオッズの馬がいると、そのどっちかがこうちょっと来やすいみたいな。今回でもな、ちょっともう、あー買えなかった、サブレース、サブレースまで行ってた。さあ飛び出した13頭、果たして何が行くのでやりましょうか。特殊海馬みたいな、おえぐいっすね、これこれ上げていきましょう。こっちに出して馬券で稼ごう。よし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 、さあ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 、4頭ですよこれ、いいぞ、ほら来た。よっしゃ、4見て、 32.8 倍が、ほら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 、え、当たった、え、すげえ、もう当たってるやん。もう今6万枚、6万8000枚になりました、プラス1万8000枚。2着3着、兄さん馬券炸裂ですわ。お兄ちゃんそんな当たったんすか。いや全然全然ですよね、もうめっちゃ負けないですね。ちょっと待ってください。なんかお兄ちゃんの馬いっぱい出てるんですけど、あれみんな出してないやんこのレース。バカだねー、出さんと、もう出さんと、もうメダル的に余裕があるから。浜中パンドラも出てますよ。浜中パンドラちょっとだから調教してないですからねこいつ。距離短いって書かれてるし。あ、サブレース負けるぞこれ。10人、浜中パンドラが2着やってる。あ、ビタミンさんに買ってるんや。買ってますね。くっそー、いやー全然あかんわ今の。えぐー、みんな楽しんでるじゃないですかこれ。やばいやばい、2強ムードが漂ってるよ。
逆転十分。マイナス12キロ。ちょっと調整ミスですね、これは。ね、やっちゃいましたね。結構勝負ですね。はい。はい、ガンガン行きましょう。浜中さん頑張ってる。どれ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 。先頭です先頭です。え、浜中スター？浜中スター勝ったら勝って。あー、楽しい。しいめっちゃ頑張ってる。あかん。買えばよかった。自分の馬全然信じてなかった。2着？マイナス12キロの調整ミスがあったから。全然あかんやん俺。あれ？こっち来てるんじゃん。え、ちょっと待って、これめっちゃ面白いことになってんじゃん、こっち。サブレース。あ、俺最初買おうと思ってた方と間違ってる。うわ、俺この馬から行こうとしてたのに。くっそ、間違って買ったんか、俺。僕、1個も当たってないんですけど。当たらへんの？1個も当たってないっす。今何万枚あります？今4万5000。買い方がエグいとか。ちょっと買って、さっき今買った、ちょっとね。オッケー、そういうことっすね。絶対これサイドで倒したんだ、あいつら。わわわわ、あってますね。あ、多分弾いてます。このエール知ったよかったな。あ、高橋すごい。ちょっと藤川高橋が当たっとるやん。藤川高橋が当たっとるやん。当たってるやん。スーパージャックポストしてるやん。3連に、やったサブレースの3連単が当たりました。あ、サブレース、はい、どこで当たってんねん。いや、びっくりした。やばい、めっちゃ面白い。死ぬほど面白いです。映像綺麗。で、まあ、いちいちこの画面がめちゃくちゃかっこいいです。赤をね、貴重。赤やばいですね。あいやあいや、人として終わってしまう。で、この画面がちょっと近いなと思ったらもうちょっと奥にやるじゃないですか。はい、そしたら今度手届かないじゃないですか。届かないです。で、ここにマウスあるんですよ。え、あ、このマウスで矢印をこうやって動かして、これでベッドとか。あ、いったー。あ、これで選べるんや。あ、ほんまや。わわ、いいやん。マジで。え、ここで飲み物と、うん、なんかね、ちょっとお菓子なんか、はい、そうですね、まああればあったら、はい、携帯も充電して、充電できて、あ、次ダービーかみたいな。はい、そうです。これがいいですよね。もうそんなやつはダービー語ってほしくないですけどね。すごい。でもそれぐらいもうだいぶ長時間プレーに耐えうるサテライトとなっております。いや、こう全然腰とかお尻とかこう痛くならないですね、うん、これ、はい、すごいいいシートです。すごいっす。これはやばいわ。これはやばいっす。やばいでしょ。これぐらいですね。なるほど。フットレスト33のリクライニングが 30ぐらいです、ね。はい、これが一番ベストなんだったら、はい、これを一回記憶できます。え、もうこれに、はい、すごい。そうで、まあ今回はそれでプレーしてて、はい、また違う時に来るじゃないですか、はい、あの時の感じが一番やりやすかった。一番心地いい位置ありますもんね、はい、人間のね、はい、それを前読み込んでたんで、はい、ポッと押せばもう一回そのシート、はい、なってるんですね。すごい。やばくないですか。やばいっす。高級会社っすよ。会社やん。いや、ほんとっすね。いや、これマウスすごいっすね。マウスすごいっす。これっすね。結構ね、これ画面ってね、うん、みんながこう触るからやっぱこうちょっと綺麗好きな人とかは、あ、そう、こうやっておしぼりでね、拭いてた拭いてた、拭いて、でもこうやって、でも手垢とかもつくし、めちゃめちゃいいと思いますわ。じゃあちょっと、いや、マウスすごいな。これはちょっと俺も気づいてなかったっすわ。あ、なんかそのその手があったかっていう。まあ僕たちスターホースやってたらこうやってくれたらいいのにっていうのはいっぱいあったじゃないですか。そうなんですね。これは気づかんかったっすね。これ気づかんかったな。必要ならもうトイレだけっすね。ほんまっすね。いや、もうなんかそれがあったらもう一生動かんでいい。そうっすね。やばいやばいやばい。それはそれ12、うー、あ、12でいいやん。ほらほら、ガチガチやな。これエールって馬券あるんですけど、これめちゃくちゃ使い勝手いいですわ。あのベッド時間をね、短縮できる。めちゃくちゃいいっす。藤掛スター、ビタミンスター、浜中スター、スタースタースター馬券ですね。ビタミンスター、ビタミンスター、ここはねハーフサイドでね、自分を買うんですよ。僕は
意外と自分の馬を普通に出すようかハーフサイドで勝って出した方がね馬券に絡みやすいというイメージがあるんです。でここはエールにしてビタミンスターもエールにしておくんですよね。僕はやっぱ追い込み系が好きですね。今差しか変えちゃいましょう。で28が引っ張りきれないって答えじゃないのこれ。藤垣スターが、あー、こっちどうやったっけ。藤垣スター、あー、全然浮かんや。いや、ビタミン来てる。あ、ビタミンスター来てる。ビタミン僕外してましたよね。あ、なるほど。エールが当たるよ。エールが当たるよ。エール当たった。ダメですね、高田潤。ね、ハーフサイドで勝ったら来るでしょ。まあ、2番人気で3着やからあんまりなんですけど。ほらほら、これ。3連単も当たってるよ。だってほら、見て。ほら。ほら、あー、全然。あ、1枚しか勝ってないやん。ジャックポットはしてるんですけどね。ビタミンにやられました。それが競馬やから。どれや一番体重減るの。全然体重減る。タカッシーの調教をもうそろそろでしたよね。ちょっと合わせて登場し、アイシャル、アイシャル狙えないって感じだって。アイシャルは勝ってないよ多分。アイシャル、アイシャルは勝ってないと思うよ。アイシャルとかも買えへんよねこれ。うわこれ全然あかんわ。ビジョン出たが2着か。まあそれのサイド2倍やからまだいいか。また当たってる台が。お兄ちゃんすごい当たってるやん。サブレース当たりました。お兄ちゃんめっちゃ当たってる。お前はサブレースで稼ぐのをやんねえ。サブです。サブはやめよ。ミスターサブです。ミスターサブ。もう次ですよね、最後ぐらい。あの有馬記念でもう勝たれへんかったら意味ないんで。もう次ですよね。これ全部全掛けなんで。ただいまより G1 有馬記念の投票受付を開始します。ほら一番人気や。一番人気や。めっちゃ強いんかよ。僕ですからね。はい。これでも買ったら10万でしょ。お兄ちゃんチャンネルにもぶっこんだらいいんかな。じゃあ応援ミルク的な。え、応援ミルクに入れた方がいいんですか。ありましたよね、応援ミルク。でもやっぱ自分は頭で買いたいですよね。そうですね。でダート。はい。っていう買い方もあります。まあありですよね、はい。いやいや、そんなお兄ちゃんねとか入れたらあかんじゃないですか、そんなんね。あ、どうすんのこれ。すごい、すごい買い目になってそう。残しといてもしゃあないですもんね。サブレースに自分の馬が出てるんで、それにかけるのはありですね。ほんまっすね、3連と。いや、これちょっと待ってくださいよ。いや、俺ここで穴狙うよ。残しといてもしゃあない。1年を締めくくるグランプリレース有馬記念。果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。よっしゃ。仕掛けたかしー頑張れ。頼むでお兄チャンネル。ゲームぐらい勝たせてくれ。三強やからな。浜ちゃんめっちゃ後ろやね。やばい、藤掛けたかしーが追ってるけど。藤掛けたかしーが速い。追ってるけど、でも中山はここがいいよ。中山はここがいいよ。レインボー乗ったよ。来い、あるんじゃないよ。来い、うわ浜ちゃん来てる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 。
った。すごい。頑張った。びっくりした。悔しい。まあ、お兄チャンネルで勝ったから最低限です。最低限ですね。いやいや、それなんでカメラ回ってる時に言わへんねん。結果発表さあ、ということですけども、まあ、8レースだけではありましたけれどもプレーさせていただきましたが、どうでした、藤掛ジョッキー。いや、もう死ぬほど楽しかったです。いや、でもハマりそうやろ。いやいやいや、もういや、ハマりそうじゃなくて、もうハマってました。ハマりました。ハマりました。もうハマっちゃった。いや、そうなんですよ。1回やったらもうどっぷりなんですよね。完全に。はい。あっという間だったでしょ、時間も。あっという間です。もう1レース目はもうちょっと何が何だか分からなくて、もうかけれなかったとか、調教できなかったまであったんですけど、8レース目には、ビギナーでも慣れてます。慣れてるよな。すごいな。声は良くなってます、はい。ということで、この8レース戦った結果発表の方、させていただきたいと思います。はい、1位、なんとメダル枚数、11万飛んで310枚を獲得されました。藤掛隆史ジョッキー、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これ、うわ、ちゃんとしっかりして重たいですよ。いやいや、すごい、今までもらったトロフィーの中で一番しっかりしてる。そうなん、はい、カホです、これ。最後のやっぱ有馬記念の勝利が、もうあれが僕を今回のスターフォース一番はめてくれましたね。いますね。完全にどっぷりです。はい、やっぱ浜中ジョッキー、ビギナーズラックありそうですね、やっぱね。ありますね、本当に。だからこうやって僕たちみたいにすごいやり込んでた人でもやっぱ負けるっていうことがね、そうそうそう、ありえるわけですから。それ思いました。最初ちょっと絶望的だったんですけど、なんか知識量と操作方法から置いてかれてたんで、最後に、勝って、トロフィーまでいただいたら、もう延々やりやるしかない、ね、やるしかない、ね、やるしかない、ね、はい、まずはスターホースポケットもね、ありますから、はい、そっちから練習してみるっていうのもいいかもしれませんけど、これでもね、浜中ジョッキーも前回とかもね出ていただいたことあったんですよね、はい、その時には、福永ジョッキーと戸崎さんと川田先輩、川田ジョッキーとで浜中ジョッキー、でこの中で福永雄一ジョッキーも川田ジョッキーもダービージョッキーやったんですけど、今年ダービージョッキーになったんです。そう、だからダービー勝てるかもね。権利発生しました。権利発生しました。権利獲得本社まで来て、そう、本社まで来て、運気はすごいです。こんなもう立派なトロフィーも、来年のダービーは僕ですよ。しかも里のなんちゃらに乗ってるんじゃん。里の隆史あたりに名前付けていただいて。そうやな、ぜひよろしくお願いします。お前、藤掛隆史で有馬記念勝ったわけやから、改めてもう一回ちょっとね、ゲームプレイの感想、浜中ジョッキー。いろんなね、操作がこう増えてますんで、はい、まあなんか楽しかったね。なんか楽しすぎて、あっちも見たい、こっちも見たいってやってたから、馬券買うのも忘れたりしたんですよ。そう、いやいや、わかりますわかります。調教も忘れたし、でもこう映像なんかものすごく綺麗で、綺麗だったっすね。いや、やっぱ携帯よりこっちだよねって思っちゃうんですよね。やっぱね、いや、そうなんです。なかなかね、この僕たち、まあ、浜中ジョッキーがね、ゲームセンターでこれやってたらびっくりしますけどね。そう、だからやるわけにもいかないんで、ちょっとやりにくいんですけども、でもやっぱこっちですよね。ね、こっちの方がやっぱこのやりごたえがありますよね。ありますよね。みんなと対戦してる感じがやっぱ嬉しいじゃないですかね。どうでしたか、藤掛ジョッキーも。ほぼ初めてでしたけど。いや、何度も言いますけど、完全にはまりました。完全にはまりました。もう帰ったら、もうスターポケットから、ダウンロードして、そうですよね。いや、本当にね、僕も自分で普通の競馬をかけてる馬券の買い方とかも試してやってたら、結構ね、馬券もゲットできましたし、はい、なんか馬券の新しい買い方とかもね、はい、できてましたし、調教や餌もなんか特殊とかいろいろ勝負とかもあったりとかも、いろいろあって、もうますます進化しておりますので、皆さん今味噌汁飲んでました。いや、そうそう、今味噌汁飲んでましたね。美味しそうでした。はい、ですから皆さんね、競馬ファンはもう必ずと言っていいほどやればハマると思いますんで、このスターホース4ぜひ体感していただけたらなと思っております。さあ、そしてですね、このスターホース
4なんですけれども、全国のゲームセンターで絶賛稼働中ということでございますので、ぜひ皆さんもお楽しみください。ということで今回は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん楽しんでください。